やっぱりバリエーションとか飽きるとかそういうことではなく、だけではなくて、やっぱ願掛け絵馬みたいなものとしても、うん、この今行っているもので足りないところの何かってやっぱここに求めてるところも、やっぱ僕自身またなんか違うことがきっとここで油キャンパス油っていうアプローチでなんか起こるだろうなっていうのは、うん、はい、あの流れ見てると期待しちゃうんで、はい、そういうことはやっぱりあるのかな。それでやっぱなんか言葉とかで頭でこうしようとか前もって設計できるようなところよりも、もっと曖昧なところでのことをこっちでやろうとしているということでもあるかもしれないとか、必ずしもそういう言葉で宣言する問題でもないかもしれないか。最後の質問ってね、キャンバスは結構自由度は低くて、っていうのも共通言語じゃないですか、世界で。キャンバスっていうのは、紙だと、まあでも普通に枠から外れて書いていらっしゃる人もいますけど、キャンバスを貼らないとかいますけど、なんかこのかっちりして壁にバッてかけてあるのが嫌で、キャンバスが、これもそうで、こうブッてやってるのがちょっとおかしいなと思ってて、なんか物みたいに感じるんですけど、これ